昭和35年の今日、無残な事件が起こりましたね。東京世田谷区とどろきに住む銀座天地堂カバン店の主人、尾関さんの長男、7つになる正樹ちゃんが学校の帰り道行方不明になって、200万円出せという脅迫状が舞い込んだんです。こりゃ計画的誘拐事件だってんで大騒ぎになったんですが、さて19日の朝、杉並区上高井戸に乗り捨ててあったレンガ色のルノーの中から、かわいそうに正樹ちゃんは俵詰めの死体となって発見されたんです。本当にひどい奴がいるもんですね。警視庁では車の持ち主から判断して、杉並区荻窪の歯医者本山茂久と分かり逮捕しようとしたんですが、すでにもぬけの殻。すぐに有力容疑者として全国に指名手配したんですが、どこに行ったんだかさっぱり分かんない。必死の捜査の結果、大阪の町工場で行員をしていることを突き止めて、ようやく逮捕して東京に護送。あんなひどいことをする奴はどんな野郎だろう。犯人本山を見ようと集まったヤジ馬が1万人も繰り出しました。全く張り倒したって我慢がならないですよね。奥さんがいるというのに愛人を作って、借金で首が回らなくなったから誘拐して殺したなんてね、全く鬼みたいなやつですね。本当に人間じゃないね、こいつは。その後もたびたび誘拐事件が起こってますけど、十分注意してくださいね。